燃えてる皆様、お待たせしました。第20回夢色アサンブラのゲストは周南燃えサミットの周りみなみちゃんの生みの親であるイラストレーターの戸田和樹さんです。今回私もテーマに合わせて絶対領域の衣装で参加します。それでは戸田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今回燃えサミット、はい、周南市で今年やられていかがでしたか？いやー、去年もやらせていただいたんですけども、はい、人たち、来ていただいた人たちが、はい、ものすごく笑顔になってくださってですね、ええ、大好評に終わったのかなという手応えみたいなものは、そうですか、はい、ありましたので。これが2回目になるんですかね？そうですね、はいはい、1回目2回目とやられてみて、はい、少しずつこう盛り上がっているような感じがありますか？そうです、初年度は3万5千人ほどですね、来場者があったんですけども、はい、本年度は4万人ちょうどこちらの方にいらっしゃってくださいまして、はい、やっぱり前年度よりも参加されるお客様が多かったのかなというのはものすごく感じますね。そうですか、はい、はあはあ、まあ、少しずつ定着してきているというそんな感じですかね。はい、はい、そもそも戸田さんがこういう、 こう萌えキャラクターとかですね、こういった仕事にこう疲れた、そのきっかけとかいうのはどんなものがあるんですか？きっかけということではないんですけども、はい、もともとその漫画やアニメが好きで、はい、自分の中で中学生の頃から、こういう職業に就きたいなということはあったんですね。ははは、ただその、はい、ふとしたきっかけというのが、まあ、僕が高校の時に、はい、入院をしてしまったんですけども、はい、その入院の中で、はい、出会った人たちや、もう出会うの病院の深刻な期間に、はい、勇気づけてくれたのが漫画というものだったんですね。はあはあはあ、で、自分の中でやっぱりそういった職業についていくという、はい、プロセスをそこで、考えさせられましたし、はい、やっぱりその自分と同じような骨肉腫という病気だったんですけども、はい、その病気で、亡くなられている方に、うん、死の間際に、はい、やはり僕のためにもやっぱり有名になってほしいと、はあはあはあ、こういうことを言われてですね、はい、まあ、そういった背景がありながら大学に進んで、はい、勉強を、はい、そういう勉強をしていったんですけども、はい、それでもまだやっぱり僕の中では、メディアに対する、そうですね、うん、自分が作り上げたものを売るということに本気になれなかったんですね。はい、なんでただそのだからこそ、その大学を卒業して就職を、印刷会社にしたんですけども、はい、ただその段階でも、少しずつ自分の芽生えてきたものっていうものがあってですね、はいはい、そこにその作家としてやり残してきたことがあるんじゃないか、うん、はい、あの時の老人の言葉をもう少し自分の中で考えないといけないんじゃないか、はいはい、たまりたまったものが爆発した時にはもう上司に辞表を出してですねなるほど、もう絵の勉強で生きていこうと、はい、でもう思い切ってもうこのキャラクター作りなり、はい、その萌えに一つこう情熱を傾けて、そうですね、それで人々のために何か仕事をやっていこうという、はい、はあ、なるほど。具体的にその萌えキャラクターっていうと、はい、こう世間一般にはちょっとこうなんていうのかな、そのネガティブなイメージがね、そのあたりはいかがですか？そうですね、萌えキャラクター自体に確かにその偏見の目っていうものはやっぱりあってですね、はい、少し難しいのかなというのも確かに最初にやり込みにあったんですけども、うん、ただ萌えキャラクターっていうのは、はい、ゆるキャラクターに比べると、うん、地域に根付きやすい、うん、はい、それはなぜかというと、ゆるキャラクターの背景的なものがあまり見えてこないですね、うん、まあ、そこもゆるいんですよ、はい、ただ、はい、萌えキャラクターっていうのはキャラクター自体に背景があって、はい、ストーリーがあって、はい、そこに感情移入しやすいバックボーンが、魅力なんですよね、うんうん、そこが、産業としてこれから発展していくこともありますし、はい、お客さんがそれに対して、
もっとあの掴みやすいというかですね、はいはいはい、心をわしづかみされやすいポイントなのかなってもありますね。あの見た目はついついそのミーハーなところに目がいっちゃうわけなんですけど、はい、やはりそこにそのキャラクター作りのいろんな背景というのがそうですねあるわけですね。僕がやっぱり作品を作るときに一番気にしているところが、はい、その単純にうまい絵なら誰でも描けるんですよね、うん、キャラクターっていうのは、はい、ただ、はい、そこにそのキャラクターの背景をどう、うん地域のコンテンツに織り交ぜていくか、はい、そこの、ネットワークをうまくインフラを整備してやることで、うん、そのキャラクターを中心に街づくりのイベントや団体が動けるんですね、うんはいはい、それが、今回の萌えサミットであったように、はい、地域の街づくりに根付いたキャラクターです、はいはい、なるほど、まあ、よくわかります。あの有名な作家さんがいらっしゃってその作家さんの何ていうかキャラクターを持ってきてね、うん、周南市が生んだなんとかっていうんじゃなくて、ね、むしろその周南市のいろんな文化を掘り起こしながらそこから周南市ならではのこうキャラクターを作り上げていくという、そうですね、そういうことですね。あの萌えサミット自体も、うん、あの貞本さんをですね、エヴァンゲリオンの貞本さんを、はいこちらに呼んで貞本さんのキャラクターを作っていただいて、うん、貞本さんのキャラクターで町おこしをしていこうというのは、うん、やっぱり最初にあったんですけども、はい、ただやはりそれだとキャラクターありきにやっぱりなってしまうんですね。貞本さんの名前ありきでやってしまうので、はいはい、だったら、地域でそういう漫画アニメの町おこしをしていると、そういう土台があってそこに、貞本さんに見ていただいて地域でこんなに頑張ってるんだったら、うん、貞本さんも思い越し上げてくれるんじゃないかっていうのがやっぱりこれ生まれてるのがありまして、ねはい、なるほど。もうこれ完成でも良いぐらいすごい今書き込まれているんですが、こんな感じです。それでそのキャラクターの周りにこういろいろ設定というかこういう感じでっていうのを書かれてます。これはこれ書かれた後はパソコンに取り込んで、そうですね、パソコンに取り込んで絵をつけて色をつけていくような形になってきますね。ただあの単純に描いていくだけじゃなくて、やっぱりそこにもその補足で描いている説明が重要になってきたり、このキャラクターはどういう背景があって、でその背景に対しての企画やそういったものを絡めていくと、じゃあこの子には帽子をつけた方がいいんじゃないか、うん、この子の手には打ち出の小槌を持った方がいいんじゃないか、うん、ということが結構出てくるわけですね。あのあえて萌えキャラクターにするためにこの辺を気をつけてんだっていうあたりあるんですか。そうですね、今言ったその設定もそうなんですけども、はい、やっぱりその可愛いっていうことが可愛い、ね、大事条件で、はいはいはい、ありますし、その人の心を引きつけるような愛嬌のあるキャラクター、うん、ただ愛嬌のあるキャラクターのにはやっぱりこの設定があって、はい、ただ一人だけいるんじゃなくて、はい、もう今回のその萌えサミットでもそうなんですけども、はいはいはい、その南ちゃんの、がいて、うん、まっちゃんがいる、うん、彼女たち二人はデコボココンビでお互いを補っている、はい、で彼女たちの背景にはその寂れた商店街を自分たちの手で何とかしようという、うん、のバックボーンがちゃんとあるわけですね、はい、それで、二人で合わせて萌えサミットを盛り上げようとしているキャラクターとして今回完成しているわけです。はいはいはい、なるほど。やっぱり女性キャラばっかりなんですね。そうですね、やっぱり男性女性で作家で分かれるんですけども、あの女性の作家の方は結構の男性キャラクターを描かれることが多くて、うん、女性の、あの男性の作家の方はやっぱり僕自体はその女性キャラクターを描く方が気が楽というか、はい、自分を見ているからですかね、その自分が男としているから自分の描いているキャラクターにある意味その恋をしながら描いているような感覚ですね、はいはいはい、なってますね。作品を作る上で企画する内容で一番あの終着点っていうのは、うん、漫画や4コマっていうもののストーリー仕立てにしてあることが表現として簡単なんですね、はあはあ、で一番人に伝わりやすい、はい、だったらキャラクターを作って、単純にキャラクターを作るだけじゃなくてキャラクターを周りに、肉付きとして、この子がグッズ化したり
ホームページでは漫画として読まれたり、うん、それといろいろなものがリンクしていくと、この子たちの魅力や付加価値がどんどん高まると、うん、それを段階的に作ってやることも、はい、ビジネスモデルの一つとして今キャラクターデザインで考えてますね。はあ、なるほど、深いですね。もう本当にそのビジネスモデルというところまでね、はい、その進んでるというのがすごく興味深いですね。これは自衛隊の関係の、ね、はい、陸上と、はい、航空と海上ですね。これはあの山口県の、地方協力本部さんの方から、はい、あれですね、あのご依頼があって、はい、山口の自衛隊のキャラクターをこういう萌えキャラクターでアピールしたいと。なるほど、はい、でもこの絵柄を見るとその背景というのがかなり作り込まれているというのがよくわかりますね、はい、あのなんていうか思いついてパパッと描いたのと違ってこうね、はい、ここにもやっぱり設定があって、はい、彼女たち自体はその小さいデフォルメキャラクターなんですけども、はい、本体は本当にデフォルメキャラクターで20センチしか体身長がないんです、はい、なぜそうしかないかというと、彼女たちは自衛隊に配属された次世代端末の、ロボットという設定があって、そこの子たちが入ることによって、はい、今まで福島の原発の災害のですね、はいはい、人が踏み入れなかった、はい、ところへの救助活動や、その人が踏み入れられない、航空機が難しい低空ホバリングでの人命救助や海上 の、リンク、あのネットワークリンクを使った、海難活動とか、はい、そういうことが防衛の力になるわけですね、はい、そこが彼女たちの背景としてやっぱあるから、物語がうまく組み立てていく。もう自衛隊の方に協力していただいて、すごい熱い防衛白書を読み込んで、やっぱりこういうことがこれからの時代の自衛隊には必要になってくるんだなっていうことは自分に落とし替えないと作品として作れないですし、はい、少しその自分がその仕事をもらっているのに中途半端にしたくないっていうのがあってですね、はい、やっぱりやるからにはたとえ萌えキャラクターでこういう、そうですね、このライトな感じの絵柄だけど、はい、中には深いものがあってみんなを黙らせるような企画がそこに盛り込まれているんだってことは、気をつけて作るようにしてますね。なるほど、すごくあのなんかあの萌えを見直したなんて言うとものすごく怒られるかもしれないですけど、自分の色っていうのを持ってて、はい、その色が出たらこれは、まあ、戸田さんの色だとか、ね、これは藤島みやびの色だとかいうのが分かるっていうふうによく聞くんですけど、うん、そういう色はありますか？色というよりかは僕が大切にしているのはやはりあのそういうキャラクターを作るときは目元だったり線の太さ強弱、まあ、あのなんちゃって漫画家みたいな感じですね。そのイラストの線自体を描く太さでやっぱり誰の作品かっていうのは如実に出てくるものなので、そういうことはやっぱり心がけてはいますね。僕色というものは未だにやっぱり探している段階ですけども、あの私その萌えというものと、まあ、美術あの周南美術連盟なので、はい、アートというのをですねついつい比較してこう考えちゃうんです、うん、はい、でその例えばなんとかアートというふうなこうくくりもよく出てきますよね、うん、あのなんていうんですか、例えばあの写真を使ってやってたらフォトアートであるとか、うん、はい、なんとかっていうふうに、あのそれと例えば萌えとの違いとかいうこともねちょっと気になったりしてたんですけど ね、 もうまあ僕自体がその萌えを飾るのも少しおこがましいところはあるんですけども、はいはいはい、萌えというのはその人それぞれやっぱり形があるので、はい、萌え単体に深い意味合いがあるわけではないんですよね、はいはい、ただ単に萌えっていうのは他人よりも、自分が好きなものを守りたい一心で発する言葉が萌えっていうことで僕は捉えてるんですけども、うん、はいはい、だから他人には他人とは違う愛情の形、はい、僕だけの愛情の形っていうものを表現するときに適切なのかなと思ってですね、はいはい、でアートという面でですね言ってしまえば、まあ、サブカルチャーと主流という形で少し格差が、ね、あるんですけども、はい、ただそのサブカルチャー自体を、大切にしている人たちにとっては、はい、主流と混ざり
りたくないっていうのがやっぱりあってですね、少しその辺では、アートととても似ているんだけども、少し、近寄りがたい存在にあり反するものでなってるのがないかなとは思いますね。だから萌えの方たちにとっては自分のこだわりみたいなものがあるっていうことですね、あの人たちはちょっとはちょっと俺は違うぜみたいな。そうです。でそれは決して綺麗なものではない、それまあ綺麗なものも あるんですけども、それは自分の自己表現したその感情のトゲトゲしいものなんですね、その吐き出したものなんです、ただそれを綺麗なアートと一緒にしてもらうと困るよっていうのはその僕たちオタツクにはあるのかもしれないですね。興味深いですね。確かにアートって言った時にはこう見栄えのいいというかこう、ね、そうですね、あの触りのいいところに持っていきたいなという、こうあれが働くけれど、萌えっていうのはあくまで自分のこう感情っていうものがこう一つね、愛着であるとか執着であるとか。近年になって少し変わってきているのが、萌え自体がその神羅万象いろんなものに対して使われるようになった。そうですね、まあ、その下松の中で言えばそういうその鉄道に関わる形で話をすれば、鉄道萌えとかですね、その SL 萌え、周南で言えば工業萌え、ああいう形に変わってきてるわけですね、要はそこにやっぱり自分の好きなものっていう執着が関わってくるんじゃないかなとはありますね。この番組を見ている中高生の皆さんは、なるほどなっていうふうに、ね、思ってらっしゃる方多いと思いますね。まあ、中高生にしてみれば僕は大佐のおじさんかもしれないですけど。いえいえ、はい、まあ、あの萌えサミットをその周南市で開いてですね、こう、市民の反応というのはどんな感じなんですか。やっぱりその一番僕が心に残っているのは、商店街の方なんですけども、萌えサミットでにぎわっている現状を見て、商店街の方が僕に声をかけてくださったんですね、その数年前数十年前徳山商店街がとてもにぎやかだった頃を知っている方が、数年間ずっとそのどん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 近鉄松下もう少し危なくなってですね、人通りが少なくなっている現状を見ている時に、この今回のにぎわいを見て、あの頃の徳山商店街が戻ってきたようだ、ありがとうっていうことをおっしゃってくださってね、それ聞いた時にすごく胸に来たですね。こういうことをやってやっぱ良かったなっていうのはありましたね。そうですね、ネガティブなイメージがそのもし遠ざけてるとすれば、逆にそのこれだけのことができるんだとか、こんなに面白いことできるんだっていうふうになれば、どん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 そこにね人が集まってきたり、そうですね、新しい企画が出てきたり、結局はそのキャラクター自体を中心に街が豊かになっていくっていうストーリー作りは、やっぱりキャラクターを作る時の最終段階として持ってくるものなので、そこにやっぱり近づいていくと少し達成感は感じますね。この勢いで周南市をこう元気づけていただいて、そうですね、あの萌えサミットがさらになんていうか躍進することを、記念しております。ありがとうございます。あの今日は、萌えキャラクターということでいろいろ戸田さんにお話を伺ったんですが、その背景にあるこういろんな思い、あの願いといいますか、そういったものをこう聞かせていただいて、とてもあのこう幸せな気持ちになりました。山口県内の中高生の皆さん、夢と希望を持って明日に向かってください。講演会のお知らせです。3月2日土曜日午後2時から周南総合庁舎の桜ホールにて、デザインは楽しいと題して、周南市和田出身のアートディレクター渡辺義恵さんの文化講演会が行われます。入場無料ですので、ぜひお越しください。